目の前にレモンが8個。ありがとうございます。じゃあ、ガバランチュンと、ひとしでーす。米津玄師さんのレモンの曲、1番の中でどれくらいレモンを食べれるのか、レモンチャレンジ、イエーイ。有名なあのドラマの主題歌にもなった曲、レモンを1番だけで1分30秒あるんですよね。あの1分30秒の中で今この目の前のレモン何個食べれるのかっていうね。ちなみにギネス記録が 28.5 秒で3個食うっていう。 28.5 秒で3個がギネス記録なんですよね。ってことは本来9個食べれる、まあギネスの人であれば。本来の理屈で言ったら今目の前に8個あるから1分30秒とあと10秒ぐらい残るから、最後の今でもあなたは私の光を一緒に歌えるレベルまであるってことだよね。そうですよ。なので僕がレモンを横でずっと歌っておきます。はい。ひとしはレモンをもうマグ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 食べますよ。いける？もう余裕ですよ。想像以上にこいつ自信あるぞ。もうぜひね、二人組 YouTuber の形これやられてみてください。片方がもう歌を歌う、もう片方がもう食べる担当ね。すごい楽。いきます。茶釜蘭ひとしのレモンチャレンジ。夢ならばどれほど良かった。タン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 、全然無限レモンが。夢ならばどれほど良かったでしょう、未だにあなたのことを夢に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻ら幸せがあることを教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしない、人わかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。おい、最後だけ歌ったらセーフとかじゃない。どうしたん？え、何？21個しか、2個か。あー、1個いすっばい、これやばい。いや、途中食えとか言わんかった？寄り道してや、笑ったりして、そこ熱唱してや、あの応援が足りんわ。ちょ待って、ここに来て俺のせい。応援が足りんわ。まあ、確かに曲と曲の間になった瞬間の横の咀嚼音はちょさすがに来たよ。本気で歌ってくれるやつはこっちも本気でレモン食えんわけよ。あ、分かった。じゃあ俺が本気で歌ったらひとしはその横でも本気で。いや、もうやっぱりそれはそれ。本気で歌ってね。本当に頼むで。その応援にかかってるけど。一人でチャレンジできるわけじゃないってことを証明さないか、うん。そうやね。片方がちゃんとレモンを歌って、それが応援となってレモンを食べるようになる二人で、一つの競技ってこと。まあそうよ、もう。お互い、1分30秒後、笑顔で。はい。いきます。夢ならば、どれほど良かったでしょう。未だにあなたのことを目に見る。忘れたものを取りに帰るように、古びた思い出の誇りを払う。戻らない幸せがあることを、最後にあなたが教えてくれた。言えずに隠してた暗い過去も、あなたがいなきゃ永遠に暗いまま。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしない、とわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。
雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。レモンの匂い。最後までご視聴ありがとうございました。ひどい。結果変わらず一個ひどいよ。ひとしさん、ひとしさん、あ、ひとし、レモン食いすぎて救急搬送されたんだった。っていうのは冗談です。もちろん健康に生きてます。オフチャンネルでは僕が挑戦してるバージョンも上げてるので、ぜひ見てください。次回の動画見てね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。1個も食えんかったんやけど1個も食えんかったんやけど